はい、ジャブスペックの茂木耕作です。バリアレイヤーっていうのがちょっと聞き馴染みのない言葉かもしれないですけども、昨年ですね、未来でスマトラ島沖に観測効果に行ったんですけども、その時にですね、海洋の中の構造として、MGO も明らかに強制を受けた形として、バリアレイヤー構造っていうのが非常に大きく変わったといったところをですね、これターボマップ観測で、乱流構造けど、これを僕が担当して、非常に偶然なんですけど、すごい面白いことが取れたということを紹介したいと思います。で、フレア IMC は、米山さんもちょっと紹介して、いましたけども、ここですね、非常にスマトラの、沿岸近くで、もう50キロしか地から離れてないと。で、この沿岸特有の非常に、概要とは違う変動が結構いろいろあってですね、で、そこに未来をずっと定点観測をして、で、この陸側から日変化構成がたくさん来ますので、それをメインに狙ってたんですけども、海洋の方も非常に大きなインパクトがある。で、12月の2015年の12月13日の IR なんですけど、ちょうどですね、MGO が海を来てくれまして、で、観測点の直上を通過してたと。で、これ地上風のベクトルですけども、西風も結構しっかり吹いてですね、海洋の方にもかなり、しっかりインパクトを与えたと、想像できるわけですね。で、これ SSD なんですけども、SSD で見るとですね、この沿岸の近くっていうのはですね、結構高温になることが多くてですね、この時も30度以上の領域っていうのがこのスマトラ島の西岸のところに結構広く分布していると。で、この SSD が、どう反応するかと、大気の強制によって SSD がどう反応するかっていう話はですね、結構いろいろあると思うんですけど、海洋の中の構造がどうかということはあんまり皆さん意識されないことが多いと思うんですけど、これ意外にですね、なかなか皆さん見ないことが多いと思うんですけど、この塩分がすごく大事で、で、これ海洋の100分解析がECO2っていうですね、ものがあって、これで見ると、塩分っていうのは結構非常性が高くてですね、このスマトラの沿岸っていうのは非常に低塩分岐です。で、これはずっと雨がいっぱい降ってるからとか、この辺一帯はですね、岸からどんどん淡水が入ってくるので、それで低塩分になるんですけど、そうするとですね、このバリアレイヤーというですね、表層に普通の海域とはちょっと違う特別な構造ができるということなんです。で、簡単に説明すると、これ、炎直方向の水温のプロファイルと、塩分のプロファイルが、典型的なのがこんなふうになりますよ。で、混合層は、大体一定になってますよっていうのが、普通の状態ですけど、雨が降ったり川の水が入ってきたりすると、表層だけ塩分が下がります。そうすると、水温はここ一定なんですけども、塩分がこっちだけグッと下がることによって、密度としてはここだけが等密度で、で、温度の等温層と分離しちゃうんですね。で、ここの間だけをバリアレイヤーなんですけど、何をバリアするかというと、下の冷たい水温をですね、上に持ってくる、かき混ぜて上に持ってくるみたいな炎直混合の、プロセスっていうのは、MGO みたいなのが通ってくると、起こるわけですけど、そういうのが来てもなかなか、下から水を持ってきて冷たくしちゃうよみたいなことが起こりにくくなる。だから水温の下がり方がバリアレイヤーがあるかないかで全然違ってしまうよということなんですね。で、これ僕もこの件観測データを見て初めて知ったとはだったんですけど、言葉は知ってたんですけど、こんなに重要なものだと思わなかった。で、これはですね、等密度を、赤の線で、等密度の線っていうのを、混合層として考えると赤の線で、縦軸が深さですね。非常に最初の期間の12月7日から12月17日まで見たときに、最初はすごく薄かったんですけども、MGO が通過したときに、深くなるとなんですけども、等温層で、0.2 度相当の等温層で定義した、これで簡単に混合層って言ってしまう場合もあるんですけど、それで定義したものとほとんど普通は一致するんですけど、ここが急に MGO が通過したときにガンとこう分離してしまってですね、つまり分離するということはその間の層として、その差分としてですね、このバリアレイヤーというやつがですね、非
常に分厚くなる、まあ、7、80メートルぐらいですね。もうこれは通常よりも非常に分厚い状態なんですけど、で、まあ、これがですね、12月13日に、まあ、突然起こっているように見えると、まあ、それを急変で言ってるんですけど、まあ、これはフォグミラーで12月5日から、20日ぐらいまで書いて、まあ、IR でこう確かに来てますね。で、ここが未来の観測点で、でコンタで西風成分を書いてるんですけど、まあ、確かに西風の強い部分がこう通過していくときと、でこのホフメラーで、ざっくりいつ通過したっていうのは普通はなかなかこの日って見えづらいと思うんですけど、12月13日で、まあ、ここで通過と決めつけてるのはですね、まあ、海洋の先ほどのこう急変がですね、12月13日に どんどん起こるからですね、まあ、だからもうそこを通過としていいでしょうというふうに考えてるんですけど、まあ、それで、まあ、海洋がどれぐらい具体的に構造としてですね、変化するかということですね。で水温で、表層から100メートルぐらいまで のプロファイルをですね、12月7日から、17日まで見てみますと、まあ、MGO が通過したのは13日ですよって決めつけましたけど、まあ、ここは確かに劇的にプロファイルとして明らかに変わってますよというのが分かるんですね。で、この破線が透密度で定義した混合層で、よく透音層でも混合層って言ってしまうんですけども、これが完全に分離して別物になってしまう。でその間の差分を、まあ、バリアレイヤーって言うんですけど、これは要するに、温度だけじゃなくて塩分にもこう経度が生じているので、まあ、密度に効いてしまって、まあ、こういったことになるということですね。で、まあ、実際塩分見てみると表層にものすごいですね、この沿岸の海域がですね、低塩分が入っているので、まあ、普段はそいつがいるわけですね。しかし、MGO が通過してこういろいろいろんなかき混ぜ方を強制として与えてくると、最初はですね、透密度の方はなかなか下がってこないんですけども、透温だけ先にバーンと入っていって、であとでちょっと遅れてまた透密度がちょっとずつ深まっていくみたいなんですね、ラグのある反応をするんですね。で、まあ、結果としてラグがあるからバリアレイヤーがでかくなっていくっていう話なんですけど、でこれはですね、地表の風速がこの、黒い地震で書かれてて、で、このパネルのカラーはですね、流速です。海洋の中の流速です。だから地表の風速がこの縦軸の値なんですけど、例えば10メートル近いピークが MGO 通過にありますねと言った時に、まあ、すぐに流速が速くなるわけじゃなくて、1日遅れぐらいで、透密度層内だけの流速が少し加速すると。で一発だけだとあんまり大した影響がないんですけれども、まあ、2回ぐらい、ピークがあって、それに対して徐々に透密度層内だけで流速がどんどん強まっていくと。そうすると、まあ、炎色に混合していくというプロセスは、まあ、イメージしやすいと思うんですけど、まあ、実際にですね、まあ、乱流として乱流エネルギーとしてですね、どれぐらいのものが見えていたかというとですね、まあ、確かにその風速が強まりましたと、 MGO 来たという時にですね、表層に乱流のものが見える、乱流混合が起こっているというのが見えるんですけど、それだけだとですね、実はこの、もっと深くまで行っちゃってるので、そこまで行くのかとかいう、説明は実はついてないんですけど、まあ、少なくともですね、最終的にここ100メートルぐらいまで深まっていってるっていうのに対してはですね、先ほど風速のピークが2回ありましたけど、1回だけパンとパルス的に行くだけじゃなくてですね、この3日か4日ぐらいかけていくつかのピークが来ることによって、だんだんその乱流混合っていうののシグナルが下の方に入っていくということが見えるわけです。で、まあ、バリアレイヤーの本質っていうのは、塩分清掃そのものを見ているので、まあ、炎色経度を取ってやると、まあ最初はですね、表層がものすごい低塩分なので、まあ、そこだけにものすごいがっちり固まったものがあるんですけど、それを MGO がまず来てですね、それ一発目を壊すと、実はそのちょっと深いところに別な塩分清掃があって、そいつを掘り起こして、で、まあ、結果的にこういう全く別レジウムにシフトしていくと。でこいつはもともといつから来ていたかというと、1ヶ月前ぐらいにもうちょっと別なフォーシングでできた塩分清掃っていうのがちょっと潜っていくフェーズにあって、それが実は1ヶ月後ぐらいに浮かび上がってくるというような感じだったという話ですね。
で、まあ、MGO 通貨によると海洋もインパクトを受けるでしょうというのはいろんなまあ、イメージあると思うんですけど、結構ですね、こういう二重の塩分清掃があることによって SST の下がり方自体が相当まあ、今回の場合は4日間で1度ぐらいガンと下がっているんですけど、一方的に下がっていくんですけど、だからこれはフラックスで上がりましただけじゃ説明できないという形でですね、まあ、表層の構造がどうであるか、だから沿岸であるか海洋であるかによってもだいぶ異なるということが、まあ、この観測結果からも分かったということです。はい、以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは質問ありましたらお願いいたします。安永さん。ちょっとよく分かんなかったところなんですけど、その温度の方は、水温の方は一気に混ざって、そちらはあまり乱流では混ざってないようなんですけど、それが深まったとは何ですか。温度ですか。温度も結構混ざってます。ただ、はい。いや、混ざって感じましたか、ね、はいはい。この辺はしっかり混ざって。乱流ではその混ざってないように見えるんですけど、はい、乱流の強さ、乱流の強さを見るとあんまり強くないので、そこで、なるほど。はい。混ざった。その、塩分の方は、まあ、乱流でいいのかなと思ってます。まあ、実は分離、塩分と水温分離できるわけじゃなくて、まあ、密度はトータルで計算されるので、まあ、密度がどういうふうに変化していったかっていう話なんですけど、まあ、実はですね、この乱流、一発目の乱流ピークでは、表層しか、行ってないっていうのはですね、この表層の塩分清掃だけを壊すのに、まあ、一発目の乱流ピークがあったと。で、温度の方が、勝手にこっちにシフトしてしまったというのは、こう一気にこう深まったというよりはですね、もともとここに水温約層があったところに、まあ、ちょっと、ある意味だここをつなぐのはちょっとずるというか、ミスリーディングなんですけど、まあ、一応今までの通例の定義上でそこをつながってしまう。で、まあ、だから海洋学の定義的にもこれからちょっと別な定義を考えなきゃいけないと思うんですけど、こっち側にある水温約層と、まあ、ごくごく表層にへばりついているものと別々に存在してて、で、まあ、それは塩分清掃もそうなんですけど、で、まあ、最初の乱流によってまずこいつを壊すと、そうすると こっちの方に移行していくっていうのが、まあ、MGO のような大きな方針を与えると、海洋の表層構造の中でこうちょっとレジームシフトみたいなのが起こるということを表しているんだと思うんですよね。はい、だから水温と塩分で別々に起こっているってことではなくて、という説明だと、まだちゃんと説明できてないんですけど、はい。短めでお願いいたします。はい、確認みたいなものですけど、水温のプロファイルを見た感じでは、はい、バリアレイヤーの存在によって、表層でのサーフィスからのフォーシングの影響が、はい、より浅いところまでしか行かないから、表層での SST の本当は大きくなってくるわけですか、バリアレイヤーの存在によって。そうですね、どこで、見るか、いや、どの期間で見るかによるんですけど、このバリアレイヤーをまずできてしまった後でいくと、水温変化しにくくなると思うんですね。だからこの下をさらに温めて冷たくするみたいな効果は起きにくくなるんですけど、一番最初の、この13日か15日ぐらいのところでは、一気に下がっていくっていうフェーズになると思うんです。まあ、表層の薄いものをまず壊すっていうことでドラスティックな変化が起こるので、それは水温はものすごく敏感に反応するんですけど、そのバリアレイヤーが別のこっち側のシフト後半の方に移っていくと、今度は下から混ぜるという効果はかなり薄くなってしまうので、そうするとそこに、同じような方針が出ても同じように下がらなくなるんです。